ネット上では中共の中央テレビを含め中共軍隊が上海に進駐しているというニュースが流れています8日上海の高速道路で大量の軍用車が走っている様子を撮影した市民もいました上海市内には軍用車が止まり兵士がホテルに入る様子も映っています有名なあるウェイボーインフルエンサーによると7日上海の空港と駅で大量の軍人が現れ 東部線区と中部線区の兵士は、飛行機や高速鉄道で上海に入りました。